屋根が瓦が落ちてくるんですよ。あら、今日一日どんな日にしたいですか？楽しくやりたいです。それだけですね。まあ、あの僕一人じゃできなかったんで、いろんな人たちの、支えと助言と応援があって、まあ、やれてることなので、一生懸命やりきれたらいいなと思いますけど、まあ、あの結果よりもやはり奇跡というか過程が大事だと思います。楽しんでほしいですね。僕のアートだけじゃなくて、今日はいろんな人たちのアートとか、クラフト、あと音楽がありますんで、なんかそういう多ジャンルの分野の違う人たちがつながる場所になったらいいなと思います。その手で何作る？何が君を形作る？